よし、来たな、桐生。いいか、これから神室町に向かう。もう準備はできてるんだよな。ああ、行こう。目的地はスターダストだ。今日は和樹と優也が揃って店に出てる。あいつらに会いに行こう。お前のエンディングノートを充実させるんだ。さあ、もうすぐ見えてくるぜ。神室町の老舗ホストクラブスターダストだ。老舗か。もうそんな扱いになってるんだな。何年か前に神言派に乗っ取られて、一時期はだいぶ様変わりしてた。今は一周回って昔ながらのホストクラブって感じに戻ってる。和樹オーナーの方針だし。昔ながらってのは、ああいう感じで大立ち回りすることか。あ？優也だ。ああ。ったく何やってんだ。こんな街中で騒がせやがって。半グレだかなんだか知らねえがな。うちは登場会に立ってみかじめは払わなかったんだよ。さっさと消えろ。もう二度と来るな。に、いいのか。後悔させてやんぞ。そんな安い脅し文句しか出ねえのか。それじゃあ今の神室町には通用しねえぞ。てめえの方こそうちに手出したことを後悔するんだな。うれ、もしかして、あ、やだ、嘘、和樹さん、かっこいい、優也さんと二人、かっこすぎる。お疲れさん、優也。相変わらず怖いもんなしだな。和樹さん、俺がこの店守ってますから、安心してお客さんたちを楽しませてあげてください。お前も中にいてもらわないと盛り上がらないんだ。さあ、来いよ。まだまだ働いてもらうぞ。うっす。わあ、素敵。スターダスト、かっこよすぎ。盛況みたいだな、スターダストは。どうやらそうらしい。おかげで、あいつらの元気そうな様子をこの目で見られたよ。そうか。いや、大したもんだな、お宅のオーナーは。さっきの見てたぜ。え？ああ、そうっすか。チンピラがみかじめせびりに来てたんだろ。まんまと返り討ちにしてやったな。見た感じ、店の調子も良さそうじゃねえか。そうっすね。うちは昔ながらのホストクラブでしょ。時代遅れの店って笑われることもあります。でも和樹さんがオーナーに復帰して、昔なじみが少しずつ戻ってきてて、新しく若いファンまで増えてるんですよ。俺らも和樹さんたちに負けてらんねえっす。随分と慕われてるんだね、和樹も優也。そりゃあまあ、あの二人は別格です。昔からずっと神室町を生き抜いてきた人たちですから。この店も実は何年か前に神言派って韓国人のマフィアに乗っ取られてたんですけどね。金に物言わせて、暴力もちらつかせて、大変だったみたいですよ。ああ、あの頃神言派はスターダストを神室町進出の足がかりにしてたからな。おじさん詳しいっすね。けどね、それには訳があったんですよ。うん？結局のところ、神言派に目つけられたのは町の抗争のとばっちりだったんです。そもそも神言派は大昔に一度登場会のヤクザからボコボコにされてんですよね。おじさんたちくらいの年なら知ってるでしょ。
ほら、堂島の竜ってすげえ強かったヤクザ。ああ、名前くらいは聞いたことがある。ダメですよ。この町の通を気取るんなら、桐生一馬は抑えておかなきゃ。でね、その桐生さんっていうのが、ほとんど一人で尋問派をボコったわけです。和樹さんと優也さんは、それまでにもちょくちょく桐生さんと仲良くしてたんですね。だからその後復活した尋問派は、報復として真っ先にスターダストを乗っ取ったんですよ。つまり和樹さんたちは、桐生一馬のとばっちりで店をめちゃくちゃにされたわけ。いや、それはちょっと違うんじゃねえのか。なあ、そうっすか。裏社会の構想で迷惑かけられんのは、いつだって真っ当にやってる堅気ですよ。まあ尋問派は今じゃもう完全に潰れましたし、桐生さんも死んじゃったらしいっすけどね。連中のせいでどれだけ和樹さんが店取り戻すのに苦労したことか。方々から金借りて、いろんな人たちにこれ以上ないくらい頭下げて、もしもあの世に声が届くもんなら、俺から桐生たちにバシッと文句言ってやりたいっすよ。なるほど、そうだな。確かにその通りだ。おい、邪魔したな。時間取らせて悪かった。ああ、いやいや、これくらい別に全然。おい、どこ行くんだよ。これで終わりじゃねえぞ。和樹と優也には後でセレナに来るように言ってやる。和樹と優也をセレナに呼んでるのか。ああ、もちろんお前は直接会えるわけじゃない。それでもあいつらの声を間近に聞くくらいはできる。いや、俺はあいつらが元気にやってるのを見られただけでもう十分だ。まあそう言うなって。安心しろ。さっきのホストはああ言ってたかよ。和樹も優也もお前を恨みになんて思っちゃいねえぞ。そんな恨み節は一度も聞いたことがねえ。だが俺は。たく、いいから来いよ。わざわざ神室町まで出向いてもらったんだ。最後までツアーを満喫してってくれや。よう、いらっしゃい。待ってたぜ、和樹、優也。こちらこそ、お招きありがとうございます。いやあ、伊達さんに声をかけてもらえるなんて、神室町じゃ伝説の刑事さんですからね。そんな見えすいたお世辞じゃ、スターダストも先が知れてるぜ、優也。お世辞なんかじゃないですって。俺はいつだって本音しか言わねえっすから。そうかい。ところで、今日ってこれ、お店空いてますけど、貸し切りですか？いや、そういうわけじゃねえ。今くらいの時間はちょうど客が来ねえんだよ。おい、ゆうや、なんか失礼だぞ。でも、和樹さんも正直そう思いましたよね。お前ね、俺を巻き込むのはやめてくれる？本当にすみません、伊達さん。あ、そうだ伊達さん、聞いてくださいよ。さっきうちに半グレがみかじめせびりに来たんです。ああ、へへ、知ってるよ。ちょうど遠目に見てたんだ。かっこよかったぜ。まあ刑事の立場としては喧嘩沙汰を大っぴらに褒めるわけにはいかねえが。伊達さんも見てたんですね。いや、しかしスターダストの店先で喧嘩するなんて、なんか久々に思い出しちゃいましたよ。ん？何をだ？ふっ、俺にはわかるよ。多分お前と同じことを思い出してた。やっぱりそうですよね。おい、何だってんだよ。昔、あんな感じで優也はヤクザと喧嘩してたんです。そのうちの一人が、桐生さんでした。なるほど、そうだったのか。あれはもう、20年近く前になるのかな。ええ、そうです。めちゃくちゃに強かったですよ、あの人は。対文じゃ俺もめったに負けなかったんすけど、最初は
みかじめ目的のヤクザにしか見えなかったんですよね。その時堂島の竜が相手だったとは夢にも思わなかったわけだ。早いもんですよね。桐生さんが亡くなったって聞いてからもう何年も経ちます。それでも俺は未だに信じられねえ。雄也は桐生さんがいつかフラッと店に来るんじゃないかってボトルを用意してるんです。それもうちの店にある一番高い酒をね。困ったもんです。もったいない。いや、雄也の気持ちはわかるよ。俺だってあいつが死んだなんて信じられねえ。この町であの人を知ってるもんはきっとみんな同じ気持ちでいるはずです。けどよ、あいつと関わってると面倒ごとに巻き込まれることも多かったよな。スターダストなんてもろにそれで迷惑被った口だろ。さっき店に立ってたホストがそう言ってたぜ。確かにそれはそうですね。だいたいあの人が来るときは厄介事を抱えてました。とばっちり食ってるなと感じることもしょっちゅうだったし、あれ今になって桐生さんをこんな風に言ったら俺ちょっと卑怯ですかね。いいさ、溜め込んでることがあんなら全部ここで吐き出しちまえよ。けどその厄介事に一番体張っていたのも桐生さんです。あの人の歯食いしばってる姿を見てると俺らは何も文句なんか言えなくなっちまう。例えば初めて会った時、あの人は登場会を一人で敵に回して戦おうとしていました。そして組の金庫から消えた100億をめぐってその鍵を握る少女を守りきった。あの時の桐生さんの背中を思い出すたびに俺たちも何度奮い立たされてきたことか。ちょっと何か人生でうまくいかない時期があっても頑張れる気がするんですよ。え、そんな桐生さんだから俺らはいつまでたっても帰ってくる気がしちまうんです。ねえ伊達さん、ん？今日俺らを呼んでくれたのってなんでですか？もしかしたら何かあったんじゃ。何かって？そうですね、実は桐生さんのことで新たな事実が判明した。もっと言えばやっぱりあの人は死んでなんかいなかったとか。何言ってんだよ、なんじゃねえ。俺はただ久々にお前らの声が聞きたくてよ。そっか、そうですよね。ちょっと当てが外れちゃいましたかね。うん。お前ら、和樹さんはいつだって桐生さんに恥ずかしくねえようにしたいって、そう言ってスターダストの所有権も必死になって取り返したんですよ。ああ、大変だったろ。でもおかげでスターダストは昔の輝きを取り戻しつつある。カムロ町のこの辺一帯もだ。それは旗目にもよくわかるよ。今のスターダストは桐生さんに見せても決して恥ずかしい店じゃありません。だからもう一度見てほしかったですよ。俺も雄也のボトルを笑えませんね。大丈夫だ、あいつはきっとちゃんとお前らの頑張りを見てるさ。間違いねえ、俺はそう確信してるぜ。今日は長々と付き合わせちまったな。忙しいだろうに悪かったよ。あんたが謝ることなんかねえよ。こっちこそ手間を取らせた。和樹も優也もずっと変わらずお前を慕ってる。言った通りだったろ。お前がカムロ町で戦ってきた一つ一つの記憶が今でもあの町の住人の励みだ。それを知ってお前はどう思った？正直に言えば嬉しかった。自分の葬式の参列者の話を盗み聞きしてるみたいだったかな。確かにな、ちげえねえ。自分がどんな生き方をしてきたかわかるよな。
てめえの葬式の席ってな、中には死んで清々したなんていうやつもいるだろう。でもお前はそんなんじゃなかった。俺はお前にそのことを思い知らせてやるつもりだ。次も誰か新しいゲストを引き合わせるよ。楽しみに待っててくれ。ごちそうさん、また来るよ。おう、またな、桐生。準備ができ次第すぐに連絡するからよ。